白像は、特に東南アジアで新生死される白い像のことである。必ずしも、アルビノや白編集である必要はなく、代表に、色の薄い箇所が複数あり、定められた、判定基準を満たしたものが白像として認められる。19世紀の絵に描かれた白像体においてはかなり、昔から新生死されており、タイの王はこれを発見すると大切に飼い、寛と、 金釈明が与えられ一般の像と区別したという。アユタヤ王朝の王の一人、チャックラパッドが白像を借り集め白像王と呼ばれた。後に、ビルマの王はこの白像を要求し、チャックラパッドがこれをカくなにこの番だことは、王の遺言と白像の所有が強く結びついていることを示す非常に興味深い出来事である。全大国王で、 戦後上野動物園に像を送ったことで知られる、プーミポン王も、白像を集め、7頭の像の所有者でも知られる。タイの像学によれば3頭の白像を集めれば、上出来とされ、7頭もの所有は、異形ということになる。これらの像は、プーミポン王の住む、チットラダー宮殿で飼われている。像は古代インドから研究が、盛んに行われており、ヒンドゥ教の文献、 マハーバーラタにも像学という像に関する学問があったということを示す箇所がある。この像学はタイにも伝わっておりこれによってタイでは像の飼育、品評などが行われた。それによれば白像は全身が白くなくてよく、像を耳、足、鼻の付け根など部分に分け、その部分の内白い部分の数がある一定数を満たしているときに白像と認められる。こうして、 白象と認められた像には、四種の属性が与えられる。現在では、造法という法律がタイにはあり、これによれば、白象と認められた像は国王に献上することになっている。国王に白象を献上した飼い主は、王と面会することができ、多額の報奨と名誉が与えられる。この良い例が、スリンパック D という人物の話である。18世紀に、 チエンプムという男が白像をラーマ一世に献上し、チエンプムは新たにルワンスリンパックディという名を王から贈られ、知事に登用されるまでに寵愛された。そして彼の名の一部を剣の名前にしたという。英語における白い像というのは煩わしいもの、無用の長物を意味する。これは一種の昔話に由来する。 タイの王は昔、自分の嫌いな家臣に白い像を送った。送られた方は、白い像など珍しいもので、しかも王から送られたものだからまさか捨ててしまうわけにも、いかない。すなわち、森の中に逃がしたり、あるいは殺したりは、絶対にできない。ところが像だから王ぐらいであるため莫大な金がかかり、しかも物を踏みつぶすので、家の中がめちゃくちゃになるが、 それでも捨てることもできず、その過信は、ほとほと困ってしまう、というものである。このホワイトエレファントが原子力発電所にも使われる、ことがある。欧州緑の党、欧州自由連盟が、ウェブ上で発表しているニュークリア、パワーウィルノットセーブアワークライメート、40ファクツア,ンドアーギュメンツによると、フィリピンでは、海外から、莫大な借金をして、 原子力発電所を建設しておきながら、この20年間にまだ稼働していない状態であるという。そして、このような原子力発電所は、発展途上国にとって、ホワイトエレファントになりこそすれ、経済発展のための起爆剤にはならない、としている。MLB のオークランドアスレチックスのチームロゴの、一つに、チーム名とは全く関係ない白い像をあしらった、ものがある。 これは1905年にチームがワールドシリーズに進出した際に対戦相手のニューヨークジャイアンツの監督だったジョン・マグローが進行チームであるアスレチックスのことを白い像と下げすんだ。これに対してアスレチックスが自重の意味も込めて白い像をマスコットにしたという動きに由来している。このシリーズでアスレチックスはジャイアンツに敗れたが 1914年の同じくマグロを率いるジャイアンツとのワールドシリーズでは雪辱を果たした。この時の優勝パレードには白い布を巻いた像が参加した。これが受け継がれて現在でも球団のセカンドロゴに白い像が描かれておりチームのマスコットキャラクターも白い像がモチーフとなっている。タイの国旗レオ10世の白像、あのね、ありがとうございます。